人間心には蚊があるぞ。神心には蛾がない蛾がなくてもならんぞ。蛾があってはならんぞ。蛾がなくてはならず、あってはならん。道理わかりたか。紙に時計入れよ。天使様に時計入れよ。がなくせ、がだせよ。立て替えと申すのは、神かい、誘拐、明らかい、にある、今までのことを、きれいに塵一つ、残らぬように、選択することざぞ。今度という今度は、どこまでも、きれいさっぱりと、立て替えするのざぞ。立て直しと、申すのは、世のもとの、大神様の、御心のままにすることぞ。御光の世にすることぞ。天使様の見ず輝く見ようとすることぞ。政治も経済も何もかもなくなるぞ。食べるものも一時はなくなってしまうぞ。覚悟なされよ。正しく開く道、道なりず、はじめ逃がし、天気いて、好きなる道は、やさかち開き、よ開き、よ結び、天地栄えゆ、はじめ場の道。世界の神民、天使様、おろがむとき、来るのざぞ、邪魔せずに、見物、いたされよ。御用は、せなならんぞ。この神事、読めよ。吠えたかく。この神事、しとせよ。疫人となるぞ。天地、まぜこぜとなるぞ。6月12日、三の筆、九の神。木と水と申してあろがな。木続くぞ。雨続くぞ。木の災いあるぞ。木のおかげあるぞ。水の災いしつけよ。木と水入り乱れて災いあるぞ。誓うなりたぞ。木と水のご恵みあるぞ。一時は神のことも大きな声で言えんことあるぞ。それでも心配するでないぞ。無事晴れるぞ。家族幾人いても金いらぬであろうが、主
どっしりと座りておれば収まっておろが、神国の方残してあるのさぞ、国治めるに政治いらぬぞ、経済いらぬぞ、神を拝よ、神祭れよ、天使よ、拝めよ、何もかも皆神に捧げよ、神からいただけよ、深刻収まるぞ、戦も収まるぞ、今の臣民口先ばかりで誠申しているが、口ばかりではなお悪いぞ、ことやめて使えまつれ、でんぐりがえるぞ。今までは闇の世であったから、どんな悪いことしても闇に逃れることできてきたが、闇の世はもう過ぎたぞ。思い違う人民たくさんあるぞ。どんな集いでも大将は皆思い違うぞ。危うさっぱり心を入れ替えてくだされ。神の子でないと神の国には住めんことになるぞ。外国へ逃げていかな、ならんぞ。二度と入れんぞ、外国行きとならぬよう、根本から心入れ替えてくれよ。日本の国の臣民、皆兵隊さんになったとき、一度にとっと大変が起こるぞ。みな思い違うぞ。貝の御用は木の御用ぞ。それが済みたらまだまだ御用あるぞ。いけどもいけども草ぼうぼう、どこから何が飛び出すか、秋の空ぐれんと変わるぞ。この方化けに化けて残らずの御霊調べてあるから、御霊の改心なかなか難しいから、今度という今度は天の規則通りビシビシと拉致つけるぞ。お三体の大神様、三日この世構いなさらぬと、この世はぐにゃぐにゃとなるのさぞ。結構近づいているのさぞ。大層が近づいているのさぞ。この神事読みて神々様にも
守護神殿にも聞かせてくれよ。いよいよ天の火付くの神様御狩りなされるぞ。旧5月5日三の日九神。